1、あのー、一つでも、えー、と伝えなくちゃいけないことがあって、す、え、べ、ー、てをプロ野球選手のように求めちゃうと、絶対壊れますね140キロスピードが出る高校生も、もちろん今、増えてきたんですけど、140キロのスピード出ます、130キロのスライダーが、えー、投げられますっていうような体つきになるのはまだ早いんですよ。で プロにかかる人たちは、そうやって、その急速差が10キロ差の変化球を投げられるだけの体、骨格になってるから、プロに入るだけで、技術があるけど、体がまだついていかないから、じゃあもう少し様子を見ようで、大学に行ったりとか、育成契約になったりとかっていうのがあるんですけど、評価を上げたいがために、無理して、スピードだけを求めすぎたりすると、自分の体に正直になれなくなってしまうので。 そうじゃなくて、今自分の持っている体、持っている筋肉の点数で叩き出せる点数って決まってるんですそこを背伸びすると、怪我をしてしまうので、とにかく感覚を養うこと、野球の勉強をすること、頭の勉強をすること、で技術を磨くこと、でこれをしておけば、必ずいつかそこに体が追いついてきて、とてつもないパフォーマンスを弾き出せる時は来るので、順序を間違えちゃだめですよね。